3、2、1。放送後のトークバトル ZIP プラス3。いやー、ちょっとマスさんとの最終回をお送りします。はい、これが最終回でしょうね。はい、楽しい。なんかね、今日もしかしたら石川が泣くかなって思ってたのね、ちょっと感傷的になって。そしたら今日さ、実はね、これ裏話ですけどね、オンエア中ちょっと泣いたシーンがあってね、あ、なんか僕のために泣いてくれたんだって思ったら、なんか違ったらしいね、理由が。違います。いや、もう、いや、今ちょっとうるうる来ちゃいました。ちょっとどうしよう。あの、なんか、あのお天気カメラのリレーで広島が映ったんですよ、うん、広島の街がね。はい、はあ、そうなんです。それで、いや、コロナで1年以上帰れてないんで、うん、また泣いた。だからその時は僕のために金曜まで撮っててほしいの。そうなんです。だからちょっと広島の映像見ただけで。何か、でも、まあ、分かるよ。その同じような思いを多分してる方がたくさんいらっしゃって、ふるさとに帰れないとかね、おじいちゃんおばあちゃんに会えないとかいっぱいいるから、なんかほら改めてさ、その石川の涙を放送中、まあ放送に乗んなかったけど、なんかそういう皆さんの気持ちも背負ってというか、気持ちも分かった上で放送していかなきゃいけないなって、なんかね、気づかされて、とても個人的にはいい涙だなって思いながら感じてました。だからそれがね、あの石川もこれから4月以降そういう人たちが見てくれているって思って、じゃあ何ができるかってことを考えて放送していくといいなと思ったよ。その気持ちをね、しっかり忘れないでほしいなと思った。いや、自分でもびっくりしました、本当に。もう自然に出てきて、その後の原稿を読むスタンバイしたもん。って来ないかもしんないって。あ、ショービズですか。ショービズ原稿、そう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 。いや、必死にもう涙を止めて。ねえ。などなどありつつでしたけども。金曜日はもう、マスさん、徳島さんへの、篠原さんへの涙がきっとこぼれ落ちる。うん、ちょっともし泣いてなかったら、あのこっそりあの広島市の映像を見せるわ、これ。一瞬で涙が出るね。いやー、これ今日ノーテーマなんですか、もしかして。もうそうなんです、もうノーテーマで、しかもあと5分くらいで。そうね、ちょっと事情がありましてね。はいはい。ちょっと相変わらずマスさんに今日回していただこうかなとか思ってたんですけど、あれ、いや、そんな甘えはもう許しません。なぜならなぜならあなたは4月から MC だからです。いや、本当に、ね、あの先日シミュレーションがあって、うん、新番組の01っていうね、土曜日の何時から生放送、3時間生放送10時半からあるんですけど、それの MC を石川みなみさんが、 MC が指原さんで、なんか私は進行役なんですけど。なるほどなるほど。でもマスさんはいつもこういう風に台本全部を頭に入れて、こういろいろいろんなことを考えながら、あの横の演者さんとコミュニケーション取ってとかいろいろされてたんだっていうのを初めて、自分がやって初めて分かって、もう尊敬の気持ちしかないです。一回リハーサルというか軽くやってみたんだっけ、ちょっと。そうなんです、あのやってみて、まあ、どういう流れかとか、あのどこで私の読み出番があるのかとかっていうのを確認したんですけど、うん、本当にあのまず進行っていう立場が本当に初めて で、今まではマスターにおんぶに抱っこで やらせてもらってたので、本当にもうあたふたあたふたってなっちゃって、あ、ね、いざという時はあってね、指原さんも松丸さんも石川さんどうするってなるもんね、うん、もちろん頼ってくれるだろうし。はい、いや本当なんかこうどこで私がさあ続いてとかっていう入るのかっていうタイミングで、やっぱり生放送なんで、こうその空気が変わるじゃないですか。なんかあったかい空気のまま、こううまくその流れでいくか、ちょっと一回ぶった切ってしまうかっていうのは、なんか私で全然変わってしまうなと思って、うんうん、いやこれをこれをって、これよりも何倍もとてつもないことをマスさんと徳島さんがされてたんだと思う、本当にどうしようっていう思いしか、不安しかないです。ちょっとでもじゃあ一個だけなんか質問あったらお答えしますよ今日。本当ですか。一
1個だけにしましょうか。時間1個だけ、まあ、時間1個だけですよ。1個だけか。え、じゃあ、あのシンプルに生放送に臨む上でマスさんが一番大切にされてること。出た。それはですね、迷った時は誠実な方を選ぶです。はい、僕の場合はこれね、結構難しいことで、多分ね、生放送中一瞬これっていじって笑いに変えた方がいいのかな、それとも普通に受け止めた方がいいのかなとかね、思う瞬間来ると思うので、やっぱりそこで笑いに変えたりする方が評価もされるし、ねって言われるんだけど、個人的には迷った、どっちに行こうかな、どっちがいいかなって迷った時は誠実な方、つまんなくてもいいから誠実な方を選ぼうっていう風にこの10年間決めてた。それはまあ、パーソナリティというかアドリブ聞かないタイプだからってのもあるけど、なんかね、その方が長くやる番組、単発番組だったら違うけど、長くやる番組だと結果的にそっちの方が、なんだろう、いいのかなっていう風に思うんだよね。その場の笑いで誰かを傷つけてしまうかもしれないよりはかなっていうのが自分のポリシーでした。へえ、いや、そっか。じゃあ、まあね、目先の笑いよりかはもう本当に番組の信頼を守るというか、もしかするとね、うんうんうん、選択肢を本当迷った時だよ、ちゃんといけると思った時はいけばいいけど、あ、どうしようってなった瞬間ってのはなんか誠実な方でいいのかなって個人的に思ってるんで。ほら、石川ってほらパッと迷ったら変顔しちゃうタイプじゃん、ね、迷うと変顔するじゃん。だから大丈夫だよ、安心していいよって、多分迷った時にね、なんかやんなきゃって思って笑い取んなきゃって思っちゃうタイプだと思うんだけど、責任感が強いから、そこは無理にしなくていいと思うよってことはちょっと一応 MC の先輩としては伝えた。 ありがたい助言をいただきました。まだまだ聞きたいこと、1000円ですそんなポーズ、え、鎌倉の大仏以来初めて見た大仏以来って、いや本当にもうマスターがあと1週間もない、あと4日間か。え、そうですね、4日間ですかね。信じられないんですけど本当に、はい、いやでも本当に、いや、コロナが明けたらぜひプライベートでぜひ仲良くしてください。どういうこと？あのね、風間さんもさっき1回やったけど、ね、コロナが明けたらみんなでご飯行こうね、打ち上げしようね、ちゃんとしようね、1年後に行こうだけど、うん、いやー、そうですね、だからそれまでにまず 01MC として頑張ってくださいね、しっかりね、ちょっと成長した姿をお見せできるように頑張ります、はい、お願いします。4月からそれぞれ新しい番組ですから。はい、そうですね、うん、土曜日と日曜日で、そう、はい、互いに頑張りましょう。はい、頑張りましょう。いや、最後真面目な回になりましたね。よし、ダメなのか。いや、じゃあマッサイのリスペクトが足りないって言われたんですけど、ね、本当にマッサイ本当に尊敬してて、あ、ちょっと本当にそうか、この話をすると長くなっちゃうんで、そうですね、なんか徳島からも尊敬されたいな。詳しくは前の動画をご覧ください。そうですね、いや、ありがとうございました。本当に、まあまあ、引き続きも4日間お願いします。お願いします。以上、ZIP プラス3でした。お疲れ様でした。一応よろしくね。ありがとうございます。あ、合ってます。合ってます。どうか、どうか。最初ので合ってます。ありがとうございます。01。